はい。皆さん、こんにちは。今日は皆さんの大好きな UJAM のインストゥルメントシリーズのとっても重要なお話をします。そして、なぜそんなお話を今日するかというとですね、今、ちょうど日本国内では UJAM イベントとしまして、メディアインテグレーションさんが主催をして、その参加の代理店さんも含めて、日本国内で UJAM のギターシリーズを500人買うごとにもう1本おまけのギターシリーズをもらえるというキャンペーンがあるんですこれ今までのキャンペーンでは必ず2000人の購入が達成しまして4本のギターシリーズが無料でもらえるというキャンペーンになるんですですから実質的には1本買えば5本のギターシリーズが 使えるるよううになとということですそんなビッグなキャンペーンを今開催中で2024年の10月末までこれがやられることになっていますのでもうあと10日ぐらいですので皆さん3200円さえ出せば買えるこのキャンペーンぜひとも参加するといいと思いますよその UJAM のギターが たくさん入ったらですね、特にサムネイルにも書きましたように、スタジオワンユーダーの人はさらにさらに気をつけないといけないことがあるのでですね、そんなお話をしたいと思います。今、画面には UJAM のギターシリーズばかりですね、5トラック分入っています。赤い2つのトラックは VST2 の 過去からの VST の企画にあったギターが2つのトラックに入っています。そして残りの3つは新しい企画 VST3 という企画のプラグインが入っているということです。スタジオワンユーザー以外の方はそんなに大きな意味はないんですがスタジオワンを使っている人はとっても意味があるんです。 その意味というのを先見せましょう。ここで、MIDI のリージョンというのが何も入っていないんですが、赤いトラックだけは音が鳴ります。聞いてみてください。 はい。後半の方でちょっと音飛びしましたよね。これはどうしてでしょうかこれには2つ理由があるんです。スタジオ1の上の表示からパフォーマンスメーターというのを出します。こんなん出したことないという人もたくさんおられるかもわかりませんが、デバイスを表示というのが始めはなかったらこんな小さな窓なんですけれども、このデバイスを表示をクリックすると、 大きな画面になって下に入っているプラグインのパフォーマンスが個別に出るようになっているんですそして皆さんがこれをやってもこの後ろに v s t 3とか2とか5つとも書かれていますよね皆さんのものはこれがありませんこれは僕が後からつけたんですえそんなことできるのそれはまた後でお話ししますがまずこれを 見てみてくださいはい見てくれましたかメーターが動いていましたよねいわゆるどれだけ CPU に負荷がかかっているかということなんですがこれちょっと面白い現象ですよね僕がまず一個言いたいたのは、 この VST2 のモードはスタジオ1の場合、MIDI のリージョンがなくてもコードトラックで音が鳴るというとっても便利そうな機能があるんですけれども、これには闇があります。その闇とは今見ていただいた通り、かなり CPU 負荷が高いんです。そして、それは分かっていただきましたが、3つのメーターが振っていました。 ということはシルクの VST3 もなぜかスタジオワンが再生しただけで CPU 負荷がかかるという2つ目の問題のプラグインもあるということです多分 UJAM さんは随時そういうアップデートはしてくれているとは思うんですけれどもそれでもですねプラグインの種類によったらまだまだ 負荷が高い何かプログラム上の問題やらどうしても解決のできない開発事情というのが多分あるんではなかろうかと思われます。ですからこの赤いトラックは入っていたらスタジオワンユーザーには嬉しい機能なんですけれどもパソコンの CPU が強くない人にとったらすごくウェイトなんですね。もちろん ハイパフォーマンスの CPU を持っている方はあまり気にならないかもわかりません。でも皆さんこんだけ CPU 負荷がかかっているのでちょっとデメリットだと今わかりましたよね。そしてもう一つのデメリットがあります。上にコードトラックというのはいろんな意味で書いておきたいわけです。それなのにこの スタジオワンならではの優遇された機能を使うということなんですが上のコードトラックがあったら B メロから鳴らしたいなとか思っても全部鳴ってしまいますからこの機能はとっても優秀そうでとっても問題のある機能ということが実際使っていくとわかるんです ですから、これはやめてですね、コードトラック、ここからですね、このように、下にドラッグして、VST3 のプラグインの方を入れるべき、という風になります。ちょっと一休みということで、二つのお話をします。例えば、右の方を見てください。VG カーボンというのが反転していますけれども、ここにも、 アイコン表示がないですよね。スタジオワン One の純正のプラグインなら最初からアイコンになってるんですけれども、後から購入したプラグインにはアイコン表示がありません。こんな場合ですね、一旦このようにトラックにインサートをします。するとプラグインの画面が出てきますけれども、その時に右の小さな三角を押すと、 一番下にプラグインサムネイル更新というメニューがあるんです。これを選択すると右の方、よく見ててくださいね。はい。このようにアイコン表示ができるんです。そして、まあ、これぐらいだったら知ってるよという人もいてると思うんですけれども、大きくしたかったり、小さくしたかったりというのはですね、ここでサイズを仮に小さくしておきますよね。 それでもう一回サムネイルを更新という風にしましたら見ててください。ほら、小さくなるんです。これを最大限大きくします。そしてここでサムネイルを更新したら右側に大きく表示されるんです。UJAM の場合はこれが最大ですがソフトによってはもっと大きな誘ー,ーインターフェースもありますよね。 このアイコンの大きさは今表示している大きさに依存するということなんです。ここ押さえておいてください。そしてですね、先ほど VST3 とかというのがパフォーマンスメーターに出ていましたよね。それはどうするかというと、ここでですね、名前も変えれるんです。こんなことをやる人ほとんどいないと思うんですけれども、ここで v s t VST3 という風にして OK をするとですね、上の名前もこのようになりますし、ミキサー画面を出した時に出てくるインスゥルメント、この場所の名前も変わったりするということです。二つのポイント、ちょっと端休めに覚えておいてください。そして重くて負担のかかる VST2 の赤いトラックは 削除します。はい。トラックがスッキリしました。でも、ちょっと先ほどですね、パフォーマンスメーターを見せたときに、3つのプラグインがメーターが上がっていたのを覚えてらっしゃるでしょうか。Ujam のシルクの VST3 は、他のところにありましたような、コードをフォローするというのはもちろんないんです。 VST3 はなくって当たり前なんですそれなのに見てくださいこのようにトラックのミディを消してですね再生をした時に音が鳴ってしまうんです前の Studio16 の時はこれはなかったと思うんですねででも7との相性で こうなってるんではないかな。いわゆるバグが起こってしまってるんじゃないかなというふうに思ってるんです。なぜなら Ujam のインストールのツールを見てみましょう。はい。マイプロダクトにしてみます。すると一番上にシルク2がありますけれども、アップデート、最新版にしてまして、アップデートというのが出ていません。ですから間違いなく最新版なんです。 本来なってはいけないはずの VG シルク2の VST3 版がこのようになってしまうんです。はい。これは早くですね、UJAM さんバグを直していただかないとですね、これでは使えないですので、なるべくよろしくお願いしたいなと思います。次に、じゃあこのシルクは 消ししておきましょうトラックとインストゥルメントを削除こちらの方を選びますじゃあこれの代わりにアイアン2というギターを入れておきましょうもちろんこれもフォローコードというのはありませんから今このまま再生を押しましても何ら音が鳴りませんこれが正しいのですこれららは音を鳴らす時に 上のコードを下に引っ張ります。はい。引っ張ったものはこのように複製をしてもいいでしょう。スタジオワンの場合、オルトを押しながらすると複製ができます。UJAM のギターが3本トラックに入っています。でも、ここでも問題なんです。パソコンの CPU が弱いとですね、パフォーマンスがとっても悪いんです。 ちょょっといいていただきましょう。はい CPU 負荷がとっても高いんですこれはスタジオワン1バージョン6の時はここまでのことはなかったんですこれも何か相性そういうものが 影響しているんだと思いますので、スタジオワンセブンのユーダーさんは気をつけた方がいいです。特に今見ていたらアイアンなんかもウェイトが大きいです。ですからアイアンを切ってみます。トラックにはあるけど切ってみますというやつです。こうすると2つになるからなんとかいけます。 このように今問題がなかったですよね。何かメモリーに対してのスタジオワンセブンとの相性が不具合が発生しているんではないかなと僕なりに思います。間違っているかもわかりません。そんな中でどうしてももちろん僕のパソコンよりも非力なパソコンをお持ちの方もおられるはずです。そういう人は方法があります。これでコード進行とか あと、いろいろろでですすね、ね、各ソフトはです、ね、このようにラッチを押してテストをしますと違うスタイルを当てはめたりすることができてですね、トラックを完成させたらですね、これをオーディオトラックに変換このようにしておけば とってもメモリーが軽くなります。ここで、インサートをレンダーは OK してもいいんですが、これを維持させておくと良くないので、切っておく方がいいと思いますし、インストゥルメントをもう削除としてしまった方がさらにいいですので、これで OK を押します。そしてここで、 波形が出たら完成になります。ここらも前のバージョンと Studio One 7が変わったのでこんな風になっているんです。今までだったら単純なオーディオファイルになったんですがコードマークとかデザイン自身も変わってますよね。ここで Ujam との相性がおかしくなっているんだと僕は想像します。まあこの状態で動くことはできます。 このようにオオーディオ化ししてて軽くしておく、おこれも一つの回避方法ということで今日はお話をしました今何せ UJAM が s t u d i o ととてもタッグを組んだ関係でコードトラックとの相性とかをうまくやったせいでですね s t u d i o ブ7が変わったら UJAM も変えなくいけないというような状況が 起こって UJAM と,と Studio17 を使う時には注意をして使わないといけない部分が若干残っているということを頭の隅に置いておいてもらう方がいいんではないかな今日はそんなお話をさせていただきましたそうは言っても僕にとっても簡単にギターを入れたりするというのに とっても便利な、U Jam、で、だからほぼ全部の UJAM シリーズを使っているわけですけれども特にギターやベースドラム系はそんなに意識する必要はないと思いますが相性の問題が少しあるということは頭の片隅に置いておいてください。今日は UJAM 大好きな僕でもありそして聞いてくださっている方は とても UJAM ファンの方も多いと思うんですけれども、正直に注意した方がいいというところをお話しさせていただきました。これからも UJAM がとっても進化して、DTM にとってなくてはならないようなソフトで頑張っていただけるように願っています。では、またねー。